経済のロジックだけで事業を捉えるがためにね、いろんな問題が起きてる。経済よりもっとディープな現実というのは社会であったり、地域であったり、もっと人間が暮らしている現実の中で経済は動くだけの話で、経済だけ切り取ってビジネスを語って、そこで成果を求めようっていう発想そのものをね、いや違うよっていう。私たちなんで茶豆やってるかっていうと、 93% 量が日本は輸入ですよ。なら日本の文化って、お豆腐だとか納豆だとかお味噌だとかって言ってる文化って何なのっていうわけがですね。リタイアした人たちとか、そういうまだ頑張れる人たちが地域に戻ってきた時に、年金に依存するだけじゃなくて、その地域の中のささやかでもいいけど自立したビジネスを動かすことができればね、つながりっていうのも実現できるし、ささやかな喜びもできるし、収入につながるし、そういうことができたらいいなと思ってたんですけどね。そのね、今20世紀の価値観から21世紀の価値観に人間の生き方が変わるんですよ。一番私はもう事業をやる上でね、何かもうそれが欠けてたらダメだよっていうのはね、やっぱり自分に志がないとダメで、事業する意味を自分の中に明確に持ってないと戦えないよっていうんですよ。いいことばっかりじゃないので、そのいいことばっかりじゃない時にどう戦うかって言ったら、自分の志がぶれると戦えないんですよ、流れちゃって。でもそれこそこれ持ってなければ戦えないから、それがないんだったらやめた方がいいよっていうことですよね。